炭火でじっくり焼いたろか。今回告白されないかも。入場チケットはウニで、イブが食べようとしているものをどんどん横からかすめとってやろうと思ってます。よお、昔さ、神尾くんにイブくん、なんですか？これから浜辺でバーベキューやるんだぜ。お前も参加しろよ、な。おう、いいね、参加したいよ。バーベキュー？嫌なら来なくてもいいよ。無理やり誘ってると思われても嫌だしな。なんでやねん、俺まだバーベキューしか行ってないやん。ちょっと昔どう思う？俺だってバーベキュー参加したいよ。シンジ、辛気臭いこと言うな。せっかく手塚さんの許可も出たんだから楽しく行こうぜ。本当だよな、神尾。なるほど、イブは多分分け前が減るのが嫌なんやな。いやもう俺は絶対に参加するよ。イブが食べようとしているものをどんどん横からかすめとってやろうと思ってます。まあ、俺はたくさん食べるよ、イブ。え、許可もらったんですか？もう、たまには景色のいいところで昼食食べたいって言ったら、気晴らしもいいだろうって許可してくれたぜ。おお、どこでやるんやろな。そういうこと。後で手塚たちも合流するぜ。どうだ、行くか？おうおう、もちろん行きたいよ。では、みんなでやらないの？一部のメンバーだけでやる？あ、はい。おう、なかなか火がつきませんね。なるほど、みんなバーベキューはここでするって決まってるんやな。ウニの焼きウニ会をした時と同じとこですね。おかしいな。ほう、誰かプロいる？その手の薪が足りないんじゃないですか？なるほど、松ぼっくりを使うといい。松ぼっくりには松油が多く含まれているから、いい着火剤代わりになる。お、プロ。ですか。やっぱ浜辺って言えばバーベキューだな。ああ、美味しそう、ああいいな、食べたいな。あ、イブどれから行く？俺それ食べるから。ムカヒさんは食べることになると人一倍活動的になりますからね。ああ、当たり前だろ。人間食うことと寝ることをやめたらおしまいだぜ。あは、そんなの当たり前だろ。何言ってんのこの人。いや俺も思ったけど、今ここの雰囲気を壊しちゃいけないなと思ってぐっと黙ったんよ。心で一度せき止めろよ。発言を話しがいにするな。自覚してないかもしれんけど、お前はモンスターだぞ。お、焼けてきた焼けてきた。でも肉がないのは辛いな。野菜と魚介だけだぜ。向かい肉食べたすぎて叫んでたから。ただバーベキューで焼いたお野菜とかお魚は美味しいやないか。いいな、俺も食べたいな。そんなの初めから分かってたことじゃないか。まったく、文句が多いってのも迷惑だよな。お前も余計な言葉拾い上げて文句ばっか言ってるやないか。言葉の拾い食いしてないでバーベキュー食え。炭火でじっくり焼いたろか。お、いい匂いがすると思ったらバーベキューじゃないか。お、海のみんな、ウニ持ってる？なかなか粋なことしてるな。ぜひみんなも参加してくれよ。入場チケットはウニで。こんにちは、赤澤さんたちも参加しますか？肉はありませんが。肉がないのは肉肉しい。貝はないのかい？おう、ダビデ、お前今バネさんいたぞ。ダビデ、ああバネさん、タンマ、ああ
バネさんはダビデのボケに対して強めのツッコミを入れる人やからな。多分今飛び蹴りされたんやろな。俺たちもいいのか。誰も気にかけない。構いませんよ。もちろんですよ。で、海はあるの？それじゃ、お邪魔させてもらうぜ。ぜひ、みんなで食べようよ。で、なんかお土産とかないの？黒くて、トゲトゲしい、カラーを持ったオレンジのやつないの？さっき海で取ってきた魚介があるから使ってくれ。お、なるほど。魚介を取ってきてくれ。ありがとうございます。どう？嬉しいな。このエビ美味しいですね。なんか左右が変わったな。エビいいね。お、取れたてのピチピチだからな。ほう。こんなにうまい焼きもろこしを食えるとは思わなかったな。いいね、バーベキューで焼いたもろこし。さつまいもも結構いけるぜ。ああ、いいな、お芋。焼いたお芋いいな。焼きイカ、うまいな。もう焼いたらうまいもん、オンパレードや。最高のバーベキュー。シンジ、ゲソばっか食ってんな。じゃあ俺もゲソをいただこう。よこせ。でも、イブは美味しいもの食べてるときは余計なこと言わなそう。ゲソは奪わず食べててもらおう。イカばっかり食っちゃいかんぞ。ゲソを食いすぎてげっそり。懲りないな、ダビデ。無言で沈められたな。かわいそう。うん、たまには気分を変えて食事をするのもいいものだな。そやな。あ、はい。おお、カオルちゃんがまた焦ってる。カイドウカオルちゃんはしょっちゅうピンチになってるな。心配です。なるほど、カイドウカオルちゃんはピンチですが、こちらも手塚と探索に行かなきゃいけないので、ちょっとこちらに行かせていただきましょう。うん、手塚さん。ん？なんだ。ああ、俺は知っているよ。お父さん行くんでしょ。俺も行くよ。探索ですか？ああ、そうだ。私も一緒にいていいですか？ああ、構わない。それで、どこを探索するんですか？裏山の上の方を調べてみようと思っている。では、行くか。ああ、はい。またむずい選択肢出るんかな？お？あ、はい。少しはこの生活にも慣れたか？はい、なんとか。そうか。ただ俺はもう一人の船長のお父さんがいないことを心苦しく思っているよ。寂しいな、お父さんいなくて。何か知ってる人がいたら教えてもらえたら嬉しいんやけどな。なんだ。あ、この島って結構広いですよね。ああ、そうだな。思ったよりいろいろな場所がありますし、海側でも変わったものを見つけたという話を聞いている。なんだか最近少しワクワクしています。あ、俺ワクワクしてたわ。もう手塚というお父さんがいるから店長のお父さんいなくても平気みたい。俺は元気にやってます。手塚、ワクワクしてます。そうか、それはよかった。最初の頃はかなり沈んでいるようだったからな。沈んでる俺を見て何か言わなきゃいけないことなかったんかなって俺は思ってるよ。すみませんでした。心配かけちゃって。全然謝ることないよ。俺は謝ることなんて一個もないよ。
いや、気にするな。仲間のことを気にかけるのは当然だ。そうやな。でも仲間のために何か言わなきゃいけないことあったんじゃないかなって俺は思ってるんや。お父さんどうかな。あ、はい、仲間か。そうやな、娘って言ってほしかったな。またはなんかちょっと一流の女子ですって言ってほしかったな。ん？どうした？いや、ちょっと仲間というくくりじゃないところにちょっと俺を入れてほしいなって思ってます。不服です。あ、いえ、何でもありません。そうか。不満があります。手塚さんはずっとメガネなんですか？まあ、お父さんもずっとメガネなんです。似てますね。うん、どういう意味だ？コンタクトにしないのかなって。お、俺はきっと先日のメガネを取った手塚がタイプだったんよね。自分色に染めたい女子です。試したことはあるが、俺にはコンタクトよりメガネの方が合っているようだ。なるほど、手ごわそうやな。あー、そうなんですか。俺にメガネは似合わないか。あー、お、そうですね、そんなことないですよ。どうでしょう。うん、俺は多分メガネのない手塚がタイプだったんやろな。メガネも似合ってると思うけど、まあ私好みにしたいだけですよという選択肢はないので。そんなことないですよが無難なんかな。ええ、そんなことないですよ。すごく似合ってます。そうか、ありがとう。おう、嬉しい、喜んでるのかな。おう、おう、近寄ってきた。喜んでいる。あ、お、はい。疲れていないか。おう、そうですね、少し。いえ、大丈夫です。まあ別にこれは大丈夫って言っておけばいいん違うかな。まだ2問目やし、俺元気やからもっと近づいてきてくれ。うん、大丈夫です。そうか、だが無理はするな。疲れたと思ったらすぐに行ってくれ。ありがとう、わかりました。少し下り坂になってきたな。お、あー、そうですね。あー、そんなに状態をそらしてはダメだ。お、下り坂を歩くときには体を垂直に保つんだ。そうしないと膝に負担がかかる。おう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 、そうなんですか。摩擦係数も低くなって滑りやすくなる。おう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 、なるほど。山道は注意しなければいけないことが多い。油断せずに行こう。ああ、わかりました。何かおかしなことを言ったか。ああ、まあいつものことしか言ってないけど、なんかおかしかった？手塚さん、油断せずに行こうってよく言いますよね。口癖ですか？ああ、そうだな、変か。中学生らしくないなとは思うけど、まあ、手塚らしいなとも思います。そうですね、そんなことないですよ。変っていうかもう俺が言えることなんてそんなことないですよしかないやん。そしても前回もこれで近づいてきてるんで、まあこれがいいんじゃないでしょうか。あ、そんなことないですよ。ただ口に出す回数が多いので気になっただけです。あ、そうか。うん、手塚さんらしくていいと思いますよ。あ、近づかない。鳥の鳴き声が聞こえるな。え？あー、本当ですね。なんという鳥か、わかるか？鳴き声だけで、今ちょっと俺ちゃんと聞いてなかった。突然ですがクイズです。ホウホケキョがウグイスやろ。だったらまあカラスでもなかったしコマドリなんかな。うん、
コマ撮りですね。おお、よくわかったな。あ、そうなん。これちょっと鳥さん詳しくないからわからないんやけど、コマ撮りなんやな。お、以前聞いたことはあるんです。いや、三択だから消去法で言ったんです。お、ああ、ああ、足元に気をつけろ。木の根がある。おお、あ、はい。そういえば、お前、兄弟はいるのか。お、出たな。あ、ここに来て俺が勝手に俺の兄弟構成を決めます。手塚ってどうだったかな。てか、俺ってなんか一人っ子な感じするけどな。辻元ちゃんは兄弟そうやけど。ああ、手塚は一人っ子だったような気がする。俺も一人っ子があるし、合わせていこう。一人っ子です。いえ、一人っ子です。そうか、俺と同じだな。あ、俺あんま詳しくないんですけど、テニスの王子様って作者の好み先生が家族構成とかも細かく出してくれてるんですよね。あー、手塚さんもそうなんですか。ああ、そのことに別に不満があるわけではないが、兄弟というものにどこか憧れているのかもな。おうおうおうおお、それは私もあるかもしれません。少し道が開けてきたようだな。あは、はい。あ、また近寄ってこない。今回告白されないかも。どうした。いえ、木の間から光が見えた気がして。光？そうか、どうやらこの先に何かありそうだな。ほうほう。おお、あはは。わあ、あ、ここは恐竜が出る湖ですね。あ、いない？その辺に。湖か。さっき光が見えたのは湖面に光が反射したんだな。ああ、ああ、そうな。こんなところに湖があったんですね。あはは。そしてこんなところに恐竜もいるんですよ。ああ、そうだな。あは、綺麗ですね。ああ、さて、一通りこの辺りを調べてみよう。あは、今ちょっと素敵な景色にお二人でこうのんびりとお散歩をしながらこの辺を調べようとしてます。先生たち空気を読んで、今は恐竜出すタイミングじゃないよ。はい。特に何もなかったな。おお、そうですね。では、そろそろ帰るか。おお、あ、その前にちょっといいですか。お、なんだ。お、水が透き通ってるからもっと近くで見てみたいんです。お、大丈夫かな。構わんが、気をつけるんだぞ。おお、いや、ちょっと嫌な予感がするな。でも、なんだろうな、スチルの匂いも感じています。行こう。はい。わあ、綺麗な水。そうだな。ああ、冷たい。あ、魚がいる。おお、もうちょっと湖に手入れたりとかしてる。結構湖に近寄ってる。あ、これは水に落ちるのでは。どれ。ああ、それはヒメマスだな。ほうほう。手塚さん詳しいですね。ああ。うん。やっぱり。え、これじゃないよね、スチル。あ、危ない。はははは。おお。あ。なんかコミカル。俺こんな見た目だったっけ？まあ、とりあえずなんか なんか踊りの手ほどき受けてるみたいな絵やけど、まあでもなんかスチルをゲットしました。足元が緩くなっていたようだな。大丈夫か。ああ、
そうか、よかった。ありがとう。すみません、気をつけていたつもりなんですけど。いや、今のは仕方がない。気をつけていたとしても避けられなかっただろう。おお、やっぱり男の人って力が強いですね。あっという間に引き戻してもらって。おお、なあ、すまん、力が入りすぎたか。いやいや、いいんですよ、それぐらいないとスチールにならないので。あ、ありがとう。いえ、大丈夫です。本当にありがとうございました。いや、では帰るとしよう。おお、あんたが上がりました。どうした、脳がバグったのか。この格差は問題ですよ。どこでアンクル、お前今回気抜いてるな。スターの気持ちを用意してくれ。さすが忍びの一族、お前必殺技使いたくて仕方ないや。幼い頃のトラウマが蘇らないといいけど。この記事見たらヒムロ君怒り出すので。ヒムロ君記事見た？